こんにちは。国際コミュニケーション学科 TOEIC 担当の神崎雅也です。この動画では TOEIC の話をします。皆さん TOEIC っていう英語のテストを聞いたことありますよね。受けたことあるっていう人もいると思います。 TOEIC は Test of English for International Communication の略称で、英語のコミュニケーション能力を測るテストです。 TOEIC の IC の部分はインターナショナルコミュニケーションなんで、我々国際コミュニケーション学科 Department of International Communication のためにあるようなテストです。国際コミュニケーション学科って長いんで、学内では IC 学科って呼んでるってファン先生の動画で言ってましたよね。 TOEIC の IC は IC 学科の IC と同じです。なんで皆さんにはこの IC 学科のためにあるTOEIC 頑張ってもらいたい、 TOEIC でいい点取ってもらいたいと願っています。4月4日から11日までの間に、皆さんにはオンライン版の TOEIC を受けてもらいます。その詳細は入学後のオリエンテーションで教務課から説明がありますけど、今からそれに向けてちょっと準備をしてもらいたいなと思ってこの動画を撮っています。入学後の TOEIC でいい点が取れると幸先の良い大学生活がスタートできるんでね。 TOEIC でいい点取っておくといいことがたくさんあります。例えば3年時の必修の英語科目、履修条件が TOEIC 600点以上になっています。あと教職科目や専門科目で TOEIC 650点以上、 TOEIC 730点以上というような履修基準が設けられている科目もあります。なんで最初からいい点取っておくと後々楽です。それから TOEIC で高い点を持っていると就職活動の時も有利です。皆さんは IC 学科なんで、卒業までに最低でも800点、できれば900点以上は取ってもらいたいなと思っています。特にこれまであんまり勉強を真面目にやってこなかった人、私試験勉強嫌いって言ってテスト勉強を避けてきた人、TOEIC 力入れてください。 TOEIC って点伸ばしやすいテストなんですよ。勉強するとその努力が結果に現れやすい。で TOEIC の勉強やってスコア上がると、私ってやればできるんだって思えて自分に自信がつきます。自分に自信がつくと自己肯定感が上がります。自己肯定感が上がるとより良い人生を送れるんで、皆さんには在学中 TOEIC 頑張ってやって、スコア上げて自己肯定感上げて、より良い人生を歩んでいってもらいたいと願っています。なんで4月までに TOEIC の問題を解く練習をして、問題形式に慣れておいてもらいたいんですが、無料で使えるいい教材があります。 AI 英語教材 ABCというアプリなんですけど、このアプリスマホでもタブレットでもパソコンでも使えます。でアプリ上に無料のコンテンツと有料のコンテンツがあって、有料プランに契約すると200冊以上の市販の TOEIC 教材が使い放題になるんですが、無料お試し期間があって、使い始めの3日間無料で使い放題になります。なんでこの無料お試し期間3日間の間に TOEIC の問題解きまくって問題に慣れておいてください。で3日経つと使えなくなっちゃうんですけど、もしこのアプリが気に入ってもっと続けたいっていう人は有料プランに契約して使ってください。神田外語大学専用の割引コードを使うと割引料金で契約することができます。その契約方法を説明した動画のリンクを貼っときますんで、興味がある人はそれ見てください。その動画は TOEIC クラスの受講生用に作ったものなので、3ヶ月3800円のプランを契約するようにって言ってますけど、皆さんこれから4月まで使うのであれば1ヶ月1500円のプランがおすすめです。あと無料お試し期間終わった後、まだ使いたいんだけどお金は払いたくないっていう人もいると思います。そういう人のために裏技教えますね。無料お試し期間が終わった後、1回アプリを削除してください。で再インストールしてください。そうするとそこからまた3日間無料で使います。
で、また3日経ったら削除して再インストールしてっていうのを繰り返すと永遠無料で使えちゃうんですけど、ただそのやり方だと学習記録が残んないんですね。で、学習記録が残んないとこのアプリの良さを生かしきれないんで、お金に余裕がある人は有料プラン契約してくださいね。1500円で1ヶ月間市販の TOEIC 教材が使い放題になるんで、たくさん使えばすごくお買い得です。それから質問受付用掲示板のリンクを Google クラスルームのところに貼っておきました。 TOEIC の問題を解いていて何か聞きたいことがあったら、その掲示板を使って私に質問してください。24時間以内にお答えします。TOEIC 以外の質問も受け付けますんで、お気軽にどうぞ。皆さんに TOEIC 頑張ってもらいたいんで、最後に応援のエールをお送りします。 TOEIC 頑張ろう！ AAO!